はいどうも、てっぺいです。今回はみんなに聞いた沖縄旅行でおすすめのホテルということでお話ししていきたいと思います。今回はですね、オキリップのインスタグラムのアカウントがあるんですけど、そこのですねフォロワーさんにアンケートを取って、その結果をもとに沖縄旅行の時に選ばれるホテル様っていうのを今日はちょっと紹介していきたいなと思ってます。今現在ですね、ちょっと旅行少し難しいような状況になってはいるんですけれども、沖縄の各ホテル様は感染対策をしっかりして、まあ観光客の方が来た時に安全に過ごしていただけるように、努力をして迎え入れる状態を作ってるんですね。なのでこれから世の中が落ち着いてきたら、ぜひ皆さんには沖縄に旅行しに来ていただきたいなと思ってますので、その時に役立つような情報を今回はお伝えしていきたいと思います。で、そのインスタのフォロワーの皆様にはですね、今回3つの質問を投げかけて、それに答えていただいた結果を集計しております。その質問なんですが、1つはホテルを選ぶ時に一番大事なポイントなんですか。2つ目、今気になってる、もしくは、今後泊まってみたいなと思っているホテルはどこですか。3つ目、今まで泊まったホテルの中で一番良かったところはどこのホテルですか、っていうことで一応3つ質問させていただいてます。その全てのアンケートの結果をもとに、こういうところを大事にしてるんだったらここいいんじゃないですかとか、そういうことを最後にお話していきたいなと思ってます。今回はですね、もちろん僕も地元の人間なので、沖縄のホテルにいろいろ泊まり歩いたわけではないので、今回は本当にもうアンケートをもとに、僕がそのホテル様をいろいろ調べて、その結果で話していくという内容になってますので、何卒よろしくお願いします。まあでも結構皆さんにとっては役立つ情報になるんじゃないかなと思うので、ぜひ最後まで動画を見ていただければと思います。で、僕の動画では、沖縄の絶景スポットを紹介したりとか、あと沖縄の観光に役立つ情報をお届けしていますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、まずは最初に皆さんがどんな基準でホテルを選んでるのかっていうアンケートを取らせてもらった結果からお話ししていきます。一応ですね、今回インスタグラム上で有効回答数111票いただきました。本当にご協力していただいた皆さんありがとうございました。その中で特に多かったトップ5をお伝えしていきたいと思います。今回はですね、4位タイが2つありまして、1つは朝食で、もう1つがロケーションになってます。まあロケーションっていうのは雰囲気とか日常を味わえるリゾート感かっていうのはロケーションということで当てはめて数えさせていただきました。共に7票ずつですね。3位がお値段、値段帯でホテルを決めてますということが12票ありました。で、2位がですね、立地ですね。で、これが18票入ってまして、アクセスがいいところとか、近くに飲み屋さんがあるからここのホテルを選んだとか、立地で選んだ方がそれだけいましたよっていう感じですね。で、最後1位がですね、海が見える、もしくはビーチが目の前というのは最も多かったです。景色がいい、眺望がいいっていうのも、まあ海が見えるに入れさせていただいたんですけど、それで数えると42票入ってました。これが最もホテルを選ぶ一番の理由でっていう感じだったので、この今挙げた5つをですね、最後に皆さんが選んだホテルを紹介した後に、じゃあ朝食だったらこのホテルとかっていう話をしていこうかなと思ってます。ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは次にですね、一応皆さんに今気になってるホテル、もしくは今後泊まってみたいなと思うホテルはどこですかっていう質問を投げかけました。で、この回答数がですね77票ありまして、今回はそのうち上位5位から発表していきたいと思います。結構やっぱりホテル無限にあるので、その中から選んでいただいた5位なので、結構みんなの憧れのホテルっていう感じで、捉えていただいていいんじゃないかなと思います。さあでは5位から発表していきます。5位がですね、名護の東側にあるカノチャリゾート、こちらがですね3票入って第5位でした。カノチャリゾートは、まあ、沖縄の中でも結構有名なリゾートホテルなんですけど、ここはですねアジアンリゾートな感じの、内装の作りになっています。ここですね、僕も結構何度も行ったことあるんですけど、敷地がめちゃくちゃ広大で、ホテルの中はカートで移動するような感じなんですね。多分カノチャに泊まる方はゴルフされる方とかは結構いいかもしれないですね。もうホテルの敷地内に18ホールのゴルフ場があるので、ゴルフ好きな方はカノチャは結構採用しなんじゃないでしょうか。カノチャリゾートに泊まってみたいというコメントをいただいた方は、まあ、沖縄ならではのアジアンリゾート、やっぱりこう敷地が広くてアクティビティもいっぱいあるので、まあ、雨でも楽しめそう、
タヌチェリゾートってこの敷地の中だけで結構全部が完結するようになってるので、テーマパークじゃないですけど非日常感を味わえるんじゃないかなという意見をいただきました。ありがとうございます。で次ですね、3位が2組タイで、入りました。で3位の1つ目はブセナテラスが、4票でランクインしました。でブセナテラスは沖縄のサミットがあった時に選ばれたホテルなので、ここももう沖縄のリゾートホテルといえばっていう感じでかなり有名なところなんですね。でこちらはですね、ブセナテラスを選んだ方は大人なリゾートの雰囲気を優雅に楽しみたいという意見をいただいております。結構このブセナテラスはもう沖縄に旅行来るんだったらブセナっていうくらい多分信頼を置いてる方もいるんじゃないかなと思います。そしてもう一つの3位がですね、レクー沖縄チャタン、同じく4票でランクインしました。でこちらですね、結構新しくて2020年、だから今年ですね、2020年の3月1日にオープンしました。ここはですね、チャタンのアメリカンビレッジのど真ん中にボンと立ってるホテルなんですけど、ここはですね、もうなんといっても海につながってるように見えるインフィニティプールが最上階にあります。でこのプールからアメリカンビレッジ全体とあと海まで、全部見渡せるようになっているので、ここはね結構オープンした時から話題になってますね。でここのホテルはですね、沖縄の中では割と珍しい天然温泉でお風呂が入れるっていうのが、まあ、ここの一つの特徴かなと思います。でレクを選んだ方はですね、まあ、やっぱりプール、インフィニティプールが魅力的っていうことだったので、レクに票を入れた方はほとんどこのプールが目的なんじゃないかなと思ってます。さあ次は第2位です。第2位は読谷村にある星野屋沖縄、こちらが16票獲得して第2位になりました。もうこれもかなり話題になってるのでご存知だと思うんですけど、あの星野リゾートさんが沖縄本島に初めて出したホテルが星野屋沖縄なんですけど、ここがですね2020年7月1日オープン、本当に最近オープンしたばっかりなんですね。これがですね、ここ外壁は沖縄のグスクをモチーフにして作られているということなので、今日紹介するホテルの中では一番沖縄テイストを感じられるリゾートホテルかなと思います。でここがですね、全室オーシャンフロントということなので、まあ、海が見えるというかもう目の前が海っていう風になってるような作りになってます。先日僕が出したバンタカフェも星野屋沖縄さんのすぐ隣にあるところなので、やっぱね作りはさすがなんじゃないでしょうか。一度はやっぱ泊まってみたいですよね。星野屋沖縄を選んだ方のコメントとしては、青木リップのバンタカフェの動画を見て良さそう、ありがとうございます。あとはですね、やっぱり星野リゾートに一度宿泊してみたい、まあ、憧れの星野リゾートさんのホテルということなので選んだという感じですね。あとは日常では味わえない贅沢感が魅力的、24時間365日プールが入れるそうです。でなのでナイトプールとしてもプール入れるみたいなので、それも結構売りみたいですね。あとは自然の景色、風土を生かした施設、まあ沖縄らしいという感じですかね。というのが一応星野沖縄さんを選んだ理由となってます。さすがですね、やっぱり77票のうち16票が星野沖縄さん選んでるので、憧れのホテルと言っても差し支えないんじゃないかなと思います。僕もぜひ泊まってみたいです。はい、というわけで今皆さんが気になってるホテル栄えある第1位はですね、20票獲得した恩納村にあるハレクラニ沖縄、こちらが第1位でした。でここはですね、去年の7月26日かなオープンしてます。まあ、ハレクラニってハワイのホテルなんですけど、このハレクラニという名前がついたホテルはお二つ目なのかな。結構ね人気あるホテルだそうです。ハレクラニは、ハワイアンテイストの、リゾートホテルです。でこちらも全室オーシャンビューで、海が見渡せるようになっているということでございます。でハレクラニを選んだ方のコメントはですね、あのプールに入りたい、あのプールってなんだろう、ハレクラニを感じれるところ、まあ、天国にふさわしい家というか館っていう意味なので、それを感じられるんじゃないかということですね。おしゃれなコメントですね。はい、というわけで以上が泊まったことないけど行きたいなと思ってるホテルランキングということで、1位はハレクラニ沖縄さんでした。星野屋沖縄とハレクラニでほぼ半分の票を集めてるので、
これは結構すごいですね。どちらも高級リゾートホテルの部類だと思うんですけど、ちょっと一度はね、やっぱ泊まってみたいですね。はい、ちょっと憧れのホテル、ぜひ僕らも一度は泊まってみたいなと思います。はい、じゃあそれでは次です。まあ、ここが多分一番皆さんが知りたいところなんじゃないかなと思いますが、僕のインスタグラムのフォロワーさんが実際に泊まって一番良かったホテルはどこですかということでランキング出させていただきました。有効回答数が96票ありまして、こちらがですね、4位タイが4つありまして、3、2、1だから全部で7つですね、紹介させていただければと思います。4位タイで4つあるホテルの中で2つですね、先ほど紹介したホテルが入ってます。なのでその2つから紹介していきます。まず1つ目、ハレクラニ沖縄、ここでもランク入りました。ちなみに4位タイはですね、全て6票入ってます。まあ、ハレクラニはね、さっき紹介した通りなんですけど、実際泊まった方のコメントとしては、部屋、眺望、アメニティなど全てのバランスがピカイチ、施設、客室も接客も素晴らしすぎる、行き届いた接客、フラライブ、海外のような日常を感じれるクオリティの高さということが、ハレクラニが一番良かったというコメントなんですけど、ハレクラニを選んだ方のコメントで皆さん共通してるのは、もうトータル全部良かったっていう方が多かったんですね。もう全てがハレクラニ最高っていう感じなので、失敗しないホテルなのかなっていう印象を受けました。ハレクラニってまだオープンして1年ぐらいなので、でしかも半分ぐらいはコロナの影響で観光客が激減してる最中なので、宿泊客がまあ少ないわけじゃないですか。その20年やっぱ営業してるホテルと1年しかやってないホテルだと、やっぱどうしても総客数は少ないかなと思うんで、その中でこのランクに入るっていうのはやっぱすごいのかなと思いますね。ちょっと1回はやっぱ泊まってみたいですね。はい、でそのもう一つ4位タイ、先ほど紹介したところがブセナテラス、こちらが、同じく6票獲得して4位になってます。でブセナテラスを選んだ方のコメントが、リゾート感強く非日常な感じ、離れタイプの部屋はプールがついてます、開放的な空間に静かな環境、ホテル内のどこを切り取っても景色がおしゃれ、開放感、雰囲気がいい、スタッフの気配りが良い、20枚ということなんで、ブセナテラスを選んだ方に共通してるのは、結構やっぱ雰囲気いいというか、そのホテルに泊まると非日常感をすごい味わえるという意見が結構集まっているので、ブセナテラスでは日常を忘れてゆっくりしたいなっていう方は、いいのかなと思いました。はい、それでは3つ目の4位タイがですね、元部にあるオリオン元部、こちらが同じく6票獲得して4位になりました。オリオン元部はですね、前回美声の福木並木の動画出したんですけど、福木並木の入り口入るところのホテルがこのオリオン元部だったらしいです。なので美ら海水族館も美声の福木並木も本当に歩いて行ける立地なので、あの辺回るんだったらかなりいいんじゃないかなと思います。オリオン元部を選んだ人の意見としては、水族館や福木並木が徒歩圏内で、ホテル内の居酒屋が安くて美味しい、ホテルの中に居酒屋があるんですね。で部屋が広くて目の前がエメラルドビーチで、各フロアにコインランドリーが入ってるそうなので、結構長期滞在で洗濯したい人とかはいいかもしれないですね。最後の4位タイですね、これがボンナソンにあるカフーリゾート付着、こちらが6票で同率4位でした。でここはですね、アネックス島っていうところが2016年に新しくできて、インフィニティプールがあるのかな、結構流行りを抑えてるっていう感じですね。でカフーリゾート泊まってよかったっていうコメントで一番多かったのは、部屋が広いというのが一番多くいただきました。ここはホテル棟とアネックス棟っていうのがあって、でコンドミニアム棟っていうのもあるんですね。だからキッチンとかもついてて、本当に暮らすように生活できるっていうのがいいというコメントもいただいてました。本当家族で泊まったり、長期滞在する人とか、そういう人にはもしかしたらいいかもしれないですね。カフーリゾート、最上階のレストランが夕日が綺麗で最高で、このカフーリゾートって海沿いかって言われると道路一本挟んではいるんですけど、渡ってしまったらすぐ海があるので、結構ね歩いてビーチに行けるから、そんなに海も遠くないんじゃないかなと思います。はい、それでは第3位、恩納村にあるリザンシーパークホテルタンチャベイ、7
7票入って第3位。ここはですね、今日紹介するホテルの中では一番老舗になるのかな。第3位で結構根強い人気があります。こちらを選んだ方のコメントで一番多かったのは、コスパがいい、リーズナブル。結構すごいしっかりしたリゾートホテルなんですけど、その割にお値段はお安い部類らしいんですね。そこが良かったっていうのと、あと朝食会場が豊富ということだったので、朝食会場が2つ3つあるってことですかね。でも朝食がいいというのが結構上がってました、このホテル。で、あとですね、子連れならここ、子供が遊べる場所がたくさんあるっていうことなんで、お子さん連れて旅行される方にとってはいいのかな。ここはすごくコメントに熱がこもってる方が多くて、すごいいっぱいコメントいただきましたが、いっぱい来たコメントの中だと、朝食美味しい、コスパがいい、子連れで来ても安心というのが多かったコメントでございます。はい、そして第2位ですね。泊まって良かったホテル第2位は、こちらも恩納村にあるホテルモントレ沖縄スパンドリゾートです。こちらがですね、モントレは10票集まって第2位でした。実際泊まったホテルで96票の中から10票だから結構すごいですよね。で、モントレは内装がブリティッシュテイストということで、英国風のおしゃれな感じみたいですよ。ここもですね、全室オーシャンビューで、モントレ選んだ方もコメントがですね、一番多かったのはプールが広くて綺麗、たくさんあるというのが結構ねコメント上がってました。あと立地が海もすぐだし、ご飯食べるところもホテル内。あ、そうなんですよね。結構あの辺はかなり充実してるんですよね、飲食店が。あと接遇が最高に気持ちいい、どのスタッフからもおもてなしの精神を感じるということなので、結構ホスピタリティの高いホテルということですかね。はい、というわけでお待たせしました。実際に泊まって良かったホテル、数あるホテルの中から12票集めた日光アリビラ、こちらが第1位でした。で、アリビラ、読谷村にあるホテルなんですけど、結構アジアンテイストな感じの内装になってて、結構ねおしゃれな感じなんですよね。日光アリビラを選んだ方のコメントの中で多かったのがですね、香りがいい、ロビーの匂いがいいっていうのが何票かあったんですよ。これがわざわざその香りを買うためにアリビラに寄る方もいるぐらいだそうなので、行ってみたら匂い嗅いでみてください。館内が美術館のようっていうコメントもあって、結構館内がおしゃれだっていうコメント多かったです。で、こちらもですね、オーシャンビューなので、そういう点でもいいんじゃないかなと思います。というわけで、実際に泊まってみたいホテルは、日光アリビラが一番でした。おめでとうございます。そして答えていただいた方もありがとうございました。さあ、というわけでですね、以上のアンケートの結果を踏まえたところ、最初にお伝えした何でホテルを選ぶかっていうところでランキングがあったと思うんですが、朝食で選ぶ方、朝食美味しいとか朝食が良かったっていうコメントいただいたのは、この中だとディザンシーパーク、タンチャベイとオリオンだったんですね。やっぱ美味しいホテルの朝食食べたい方もいらっしゃると思うんで、そういう方は参考になるのかなと思います。で、もう一つ、ロケーション、雰囲気とか、ちょっと非日常感、リゾート感味わいたい、そういうのを重視する方はブセナテラスがいいのかなと思いました。ブセナは圧倒的にそういうコメントが他のホテルよりも多かったので、なんとなくこう非日常感、味わいたいなっていう方は、こちらがおすすめかなと思います。で、第3位の値段で選ぶっていう方に関しては、今日紹介した中だったらリーズナブルでコスパがいいっていうコメントが来たのはリザンだけだったので、リザンシーパークサンチャベイがリゾートホテルながら少し他のホテルよりもリーズナブルに泊まれるのかなと思いますので、こちらはね、結構子連れにおすすめっていうのもあったんですけど、もしかしたら学生さんとかでもいいんじゃないかなと思います。で、立地で選ぶ方、アクセスの良さだったり近くに飲み屋があるとか、そういうので選ぶ方は、今日紹介した中だとモントレとカフーリゾート付着、あとリザンシーパーク、ここ本当に距離で言うと数百メートルぐらいしか離れてないぐらい割と密集してるんですね。恩納村のこのホテルがあるエリアっていうのは飲食店もかなり充実してて、他のリゾートホテルさんって割とポツンとあって、その切り離された空間っていうところ多いんですけど、このモントレ、カフー、リザン、この3つは本当にまとまってるぐらい結構近くにあって、そこ飲食店ぶわっとあるんですね。なので、例えば夫婦で旅行に来て2人とも飲みたいっていう方とかは、歩いて帰れる距離にかなり飲み屋さんがいて、
ぱいあるので、その辺はこういうところはおすすめかなと思います。お酒飲まない方はね、割と遠くでご飯食べてホテル帰っても問題ないんですけど、みんな飲むっていう人だったらやっぱこの恩納村のあたりは結構おすすめですよね。はい、そしてランキングの1位だった海が見える、海が目の前っていうのを条件にしてる方の中だったら、今回紹介したホテルは全部オーシャンビューのホテルで、海もほぼ目の前にあるホテルばっかりなので、今日紹介したホテルを選べばまず海どうこうっていう問題はないだろうと思うので、そういう意味では全てのホテルがおすすめでございます。ぜひ参考にしてみてください。というわけでですね、今回のまとめなんですけど、今回上位に入ったホテルは全部リゾートホテルだったんですね。でやっぱり沖縄に来るときは皆さんリゾートホテルに泊まりたいっていうのが今回のアンケートでかなり浮き彫りになってきたので、まあ、特に初めての方はリゾートホテルを選んでいただけたら間違いないのかなと思います。比較的今回紹介したリゾートホテルさんって割とお値段帯的には少し平均よりはお高めかなと思うんですけど、まあ、その中でも安いホテルがあったりとかするので、まあ、ぜひ今回の内容を参考にしていただければと思います。はい、というわけで、今回いかがでしたか。これからもね、沖縄の旅行に関する情報とか、役立つ情報をお届けしていきたいなと思ってますので、通知をオンにしてチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、今回みたいにインスタグラムとかツイッターではアンケート取ったりとか、あとなんかもっとローカルな情報だったりタイムリーな情報とか、そういうのも SNS の方でお伝えしているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。ちょっとね、今後もどんどん更新していきたいと思いますので、ぜひ次回も見てください。それではバイバーイ。